ンの人が試合見に行くよって連絡くれるんで、なんかね、まあ、地元だからっていうのもあってそうやって見に来てくれるのは嬉しいなと思います。はないです。昨日お話でね、マウンドに上がったことある。はい、小学校の時にスピードガンコンテストみたいなのには出ました。何キロ出たか覚えてます？80キロぐらいじゃないですかね、多分。確か。ちなみに岡崎って方言とかあるんですか？方言、語尾にジャン、ダラ、リンをつけがちですけど、まあ、自分もあんまりつけてるとも思ってないですけど、注意されたこともないんでわかんないです。高校の、同期とかも別にガチガチの岡崎はそんなにいないんで、まあ、でも中学校とか小学校の友達と話したらもしかしたら出てるかもしれない。まあ逆転する場面でああやって先頭で出れたのは良かったですけど、まあ、でも最後ああやっていいピッチャーがどんどん来ると思うので、ああやって途中から出て一打席勝負でもしっかり結果残したいなと思います。来ましたらお近くの会員まで。過ごさせてもらいましたし、たくさん経験もさせてもらいましたし、バッティングをするためにも、まあ、守備だったり走塁だったり、いろんな面で、もっともっとレベルアップできたらいいなというのは思います。